はいどうも、妖怪三国志クイントリオズ今回もやっていきます。今回はね、マモハゲさんが超発達してるんですが、レベル上げがね大変なんで、ちょっと超急突までいきたいと思います。であとね、ちょっと教授にやっときたかったんで、これほんとお宝コインね同盟の方のおかげで全然じゃないけど、あんまり貢献できてないのに、教頭もそうだけど、こんなにもらって申し訳ないなって、ね、こんな楽々もらえていいのかしらっていつも思っちゃうけど、73あるかな、これちょっと後でね、まあ、したいと思います。ちょっと札がなくなってきたんで、ね、小生札とか、あと小生コンカとかもなくなってきたので、ちょっとね回したいと思います。73いけるはず。21、73だね、73で行きましょう。で、スコアタは、そう、私あの100宝珠で買える11エキスみたいのを使ったんだけど、139万しかたまんなかったな。まあちょっと使ってるっていうのもあるんだけど、前半500万ぐらいたまったから、あれと思ったんだけど、前半はあれか、ブーストで40までしてるから、その分のやつと、エキス100宝珠分、あの、このショップで売ってるやつ、これ1個で、ブースト、あ、そこ、ブーストでやった分なんだな、結構ね。うん、でも前半500万よくたまったなと思ってね、あの11個1個しか買ってないもんね。なのでちょっと前半で、そう、あとね、小成功ってね、売ってるときは300工事かかるんだよね。そう考えると、ほんと生ハゲ王は、小成功ぶっ込むじゃなくて、途中からもう生ハゲ王でよかった。絆ぶっ込むでよかったんだね。なんかあと2突なんだけど、デイリーもあるしね、ちょっとその辺は失敗したんで、今後にちょっと活かしたいなと思います。200万も、いらないよね。一応全部交換できるだけあるんだけど、前半もまだね、金曜日までね、これイベントあるから。ただね、フルアタックは私、エース生ハゲ号でやろうと思ってるので、ちょっとね、交換しよう。これも30もあるからいらねえな。寿司すき焼きだけ交換しよっか。200万もいるのかな、6時。ちょっとね、今後は考えなきゃいけないから。あ、でもあれか、生ハゲ王のレベルアップのために経験値はいるかもしれない。ちょっとこれはあれしとこう。ローマ法 G2 とかもいらないもんね、これね。全然いらないし、 S コインもまあいらないっちゃね。これも普段になるだけなんだよね、全くいらないもん。でも加工トンとかはいるかな。ドラッカフそこまで価値はないな、今となっちゃうね。S2 ももうね、もうみんな超熟考としてるからな、ね。まあいいか、一応 S コンもらったみたいに思えばいいかな。で、ワクワクコインもね、これは前、でもコインが前分にたまるから一応、もらっとくか。これはでもいらねえな。マイルたまるんかな。軍魔神は、あ、まあ、これもぶっちゃけいらねえな。いらねえけどいいか。はい。というわけで、全然、余っちゃうんだよな。これも、まあいいか。これもきっとあれだよ。マイルになるはず。ということで、まあちょっと経験値で、まあ後半もって考えるとして、結局生ハゲを16個も交換できちゃうんだよね。だ、ほんとやりすぎたね前半。あ、かけらはいるな。何なんだろうね、これね。エキスとかも、エキスちゃん塊はいるな。あ、いらんな。玉も全然いらないもんね、バカみたいにあるからね。今ね、今もまだドロップなんちゃらやってるから、あれだけどね。これでだいぶ減ったね。あ、これもいいや。
なるほど、こんな感じか。経験値玉はちょっといいや。経験値玉は後半の分で考えましょう。同じだからね。あれ玉って全種類ないんだ。あーという感じで、はい、こんな感じになっちゃいましたね。結局余るんでちょっと気をつけよう今後はね。じゃあ12個交換して、これで600ですよね。で、ナマハゲが、あと350か。350分ぐらいは止まったよな。なんで、350だから7個あれば十分でしょ。これであれだもんね。うん。まだ金曜日まであるからね。今日金カップとかになっても、まあちょっと最悪ね、経験したままこっちからぶっ込むとして、はい、ちょっとね失敗しましたね。小成功全部突っ込む必要なかったな。まあいいや。はい、生ハゲを超急凍まできました。ちょっと早めにレベル上げないとね、本当間に合わなくなっちゃうからな。あんだけあった経験値はもうほんとなくなっちゃったからね。9000、とりあえず9000まで来ましたね。はい、という感じでちょっと気をつけよう今後は。まあなんか最近やっぱダメージ入るから、極意のおかげで金貨がね、かなり金貨アップの時16000、特攻ないのに16000も稼げるからね。変な感じって感じですね。はい、じゃあごめんなさい、73連いきましょう。そう、小成婚とね、小政府がこいつらで一気にゲットしてみましょう。これはなんだろう、これ金があるよね。一回だけ見せるが、あとはちょっとガチャッといきたいと思います。金だからって言うと創生のあれなんだな。うん、結構いい。これも金だよ。うん、かなりいいな。へえ、やっぱこれまとめて引くといいんだよね。これは、これも金。調整はないんだよね、このコースね、きっとね。うん。これなんか加減ができないんだよな、俺。これいいね。かけらとかもめっちゃ集まるし、小生札も集まる。どんぐらい集まったのか、使用前、使用後見とけばよかった。これは金なし。あるね。金だと調整できたんじゃないかな。なんかこれがね、金取りに、まあ一般的に参加してるだけでこんなにもらえちゃうから。最後の終電ね。おう、金だ。これも金だ。おお、すごい、こんなに金が。なんか今すごいいいね、めっちゃいい。わお。さあ、これで金どうでした。じゃあ銀いきましょう。銀は数が増えるね。うん、でもあれだったら銅で十分だよな。ほんと透明のみんなのこれだよな。4連10連しましょう。あっ、金だ。うん、あ、銅箱はかなりお得だよな。銅コイン。うわっ、
これで無駄。いいね。さあ注目の金濃いんだこれ。金は100歳いきましょう。これでも火曜日にあれが来るんだよね、フォーアップが。誰だっけ、あのテラムザウルスやってるテラオフのね、フルアタック金曜日は。だからフルアタック水曜日にやったよね。火曜日までに生ハゲのレベルを110にした。やっぱ中身みんな忘れた。まあ大体の種類出たからこんな感じの中身だね。宇田はおかげさまで、はい、おお、めちゃめちゃ増えました。もう4桁なかったので、ね、4桁復帰したんで、はい、ちょうどねちょっと週替わりだから、あの札をね補充してね、この辺交換しておきたかったんですね。はい、なのでちょっと日曜日のタイミングでやらせていただきました。はい、じゃあ今回こんな感じでスコアだね。頑張っていきましょう。みんなエースは誰にする予定ですかね。あ、スペシャルコインとかも引いちゃう。中身さっき見たよね。いいね、高専さん久々にレベル限界突破だ。スペシャル1コインは高くても欲しいな。おお、いいね、いけると思う。もうでもな、本当に S ランクどんどん、まあ、S コンゲットしたと思えばいい感じですかね。はい、じゃあ今回こんな感じにしましょう。結局73連で83連で合わせて90連ぐらいになったのかな。これも悪くないね、よく考えたらね。そうだ、絆になるから悪くないわ。なるほど、マイルになったか今見なかったな。マイルになってないのかな、なんか乗ってなかったっぽいよ。悪くないね。はい、これもできるもんね。 A ランク、オール A ランク、あ、中身みんな忘れたオール A ランクなんでいいんじゃないでしょうか。中身、あ、ランカっぽいんじゃない。もう私ね、こういうの好きなんですよね、バカだねなるほど、あ、そう、さっき見たね、 A ランク以上ですね。はい、じゃあ今回こんな感じにします。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。それではね。また明日。バイバイ。フコインも